ご主人様、今日は誰に予告状を届けるの？そうね、今日は誰にも出さなくていいから。さてと、今日はこのまま帰ろうっと。行ってきます。行ってらっしゃい。車に気をつけるんだぞ。ちゃんと来たんだな。えらいえらい。佐藤先生、こんにちは。ゲームが完成したって言ってましたよね。一体どんなゲームなんですか？先生、物覚えのいい子は好きだぞ。ゲームはな、アンズ拾いだ。アンズ拾い？仕事の合間にコツコツと作ったはいいが、みんな忙しいらしくてな。誰もデバッグじゃなかった、テストプレイしてくれないんだよ。望月、ちょっとやってみてくれないか？やります。そうか、やってくれるか。お礼に今度の科学のテスト5点プラスしてやろう。いいです。そっか、5点くらい増えても悪い点には変わりないもんな。まあ、とにかくそこに座って。まだこれからだ。油断するなよ。うまいじゃないか。そうですか。この才能がどうして勉強に生かされないんだろうな。先生、ひどい。もうちょっとデータが欲しいから、暇があったらまた来てくれ。はい、わかりました。返事がよろしい。じゃあまたな。どうした？ちょっと時間ができたから来ちゃった。邪魔じゃない？気にするな。アンズより優先させるものがあるわけないだろう。何か困ったことがあったら必ず言えよ。うん、ありがとう。おい、望月、ちょっと来てくれ。え？あ、私のことじゃないのね。今話し中だ。特に用があったわけじゃないから、また来るね、お兄ちゃん。
そうか。今日は遅くならないうちに帰ってくるんだぞ。じゃあお邪魔しました。ご飯だからね。お腹すいた。はいはい。シュートコースガラ空き。松原打った。だが枠の外、思いっきり外してしまった。あちゃ。着替え完了。ピース、行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。今日は誰にも出さなくていいかな。さてと、今日はこのまま帰ろうっと。ここにいるのは。え？あ、お前、怪盗アプリコットだな。毎日ここで待っていた甲斐があったな。綾瀬君。僕は探偵の綾瀬望。怪盗アプリコット、お前を捕らえるのが僕の使命だ。おとなしく捕まりたまえ。いいわよ、捕まえられるもんなら捕まえてみなさい。言ったな、そこを動くなよ。やだよ、私もう帰るんだもん。帰るってどこに。家に決まってるじゃない。じゃあその後を尾行すれば君の正体がわかるわけだ。尾行できればわかるかもね。僕は尾行にはちょっと自信があるんだ。あまり見くびってもらっちゃ困るな。じゃあね、名探偵さん。あ、待て、空を使うのは卑怯だぞ。ちょっと待てったら。今日のお仕事はこれで終了っと。おやすみなさい。行ってきます。あまり遅くならないうちに帰ってくるんだぞ。どうした？何かあったのか？ううん、なんかお兄ちゃんの顔が見たくなって。あら、望月、演奏中にどこに行く？え、お兄ちゃん？バイオリンは一人じゃないんだ。別に構わないでしょう。演奏中だったんだ。邪魔してごめんなさい。またね、お兄ちゃん。気にしなくていいのに。そういうわけにはいかないでしょ。じゃあ後でね。スオ君がバイトしてる喫茶店って確かここよね。いらっしゃいませ。お一人様ですか？
スオ君いますか？ここに来るように言われたんですけど。アツシの友達？おい、アツシ。なんだよ、うっせえな。スオ君、来ちゃったんだけど、平気だった？ああ、放送部、マジで来たのか。放送部じゃなくて、望月アンズ。はいはい、バイト先探してたんだっけ。どうよ、ジュン。どうよって、突然聞かれてもね。ここでバイトしたいの？そうなんです、お願いできませんか？アツシが辞めるならいいよ。おい、なんだそりゃ。自分で言うのもなんだけど、うちの店すごく混むわけじゃないし、二人もバイト雇えるほど余裕もないしね。ということだから諦めてくれ。悪いな。そんな。なんでそんなにここでバイトしたいの？もっとおしゃれで女子高生が好きそうな店が他にあるだろうに。アツシに気があるんだろう。違います。なんだそりゃ、勘弁してくれよ。そうだな、無報酬なら雇ってあげてもいいよ。気が向いた時に来て手伝ってくれればいい。代わりに店のものは何食べても飲んでもタダ。これでどうだい？やります。おい、本気かよ。そんなことして何のメリットがあるんだ？社会勉強かな。お前には聞いてない。この店のメリットだよ。目の保養。この子可愛いし。そういうわけだからよろしく。あ、名前なんだっけ？望月アンズです。よろしくお願いします。僕は青木純也。一応ここの店長なんだ。暇があったら美味しいコーヒーの入れ方でも教えてあげるよ。本当ですか？楽しみだな。もうそんなに私が嫌なの？ああ、嫌だね。無駄なことは嫌いなんだよ、俺は。こらこら、喧嘩しない。アツシも暇だ退屈だってぼやいてただろ。ちょうどよかったじゃないか。何言っても無駄みたいだな。おい、あんまり来るなよお前。いやよ、毎日来ちゃおうかな。てめえ。じゃあまた来ますね。ああ、待ってるよ、望月さん。どうした？何かあったのか？新作の爆弾とかあったら見せてもらおうかなと思ったんだけど。今な、パチンコの玉を作っていたところなんだ。え、どんなの？見せて見せて。蛍光塗料を入れた玉で、当たるとちょっとやそっとでは色が落ちないから、ターゲットを見失いたくない時に役立つぞ。それいいかも。今度使わせてね。あ、床がピンク色になってしまった。ああ、お母さんに怒られるかな。カーペットを裏返しておくか。
根本的な解決になってないよ、お兄ちゃん。じゃあ私、また行ってくるね。ああ、気をつけて行ってこいよ。あ、お兄ちゃん、ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アプリコットの映像です。うわ、二人ともご飯できたわよ。はい、着替えてくるからちょっと待って。着替え完了。リス、行くわよ。了解、ご主人様。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。今日は誰にも出さなくていいかな。さてと、今日はこのまま帰ろうっと。おかえり。どう、調子は。あ、お母さん、ただいま。調子は、まあまあってとこかな。そう、頑張ってるみたいね。でも油断は禁物よ。何事も慎重にね。はーい。今日のお仕事はこれで終了っと。朝ごはんはアンズが好きなフレンチトーストよ。本当？しっかり食べて今日も一日頑張るのよ。うん、任せといて。行ってきます。行ってらっしゃい。まだ残ってるって言ってなかったっけ。あら、覚えてたのね。あなたのことだから忘れてると思ってたのに。ちゃんと覚えてるわよ。じゃあお母さんとカードゲームをしましょう。記憶力と勘も回答には必要ですからね。オッケー。オッケー、お母さん、始めるわよ。
構やるでしょう。あら、意外とやるわね。どう？私も結構なもんでしょ。ま、まぐれってこともあるわよね。普通に褒めてくれたっていいじゃない。慢心は成長を妨げるわ。一度くらいうまくいったからって油断しちゃダメなのよ。また時間が空いたら声かけてね。はーい。じゃ、気をつけていってらっしゃい。
ズの放送が人気あんのもわかるわ。でも前、誰かが涼子ちゃんの声が好きって言ってたよ、男子で。え、ほんま？誰やろ。また時間が空いたら遊びに来てな。うん、またね、涼子ちゃん。